はい、その食物繊維なんですよ結局。あの穀物っていい悪いって特にないと思うんですよね、はい、白米でも十分減量できると思うんですけど、はい、何があれかっていうと食物繊維が取り除かれちゃってるってだけの話なんですよ、うん、だから玄米を食べるわけなんですけど、じゃあ玄米食べるんだったら押し麦の方がいいと思うんで、押し麦、はい、これがまあチャンピオンだと思いますね。これももちろん食べ過ぎはダメっていう前提で、だけど結局ね米とかパスタとかもそうなんだけど、はい、調理方法なんだよ。例えばパスタを水茹でする、はい、でうどんとかそばとか水茹でした状態って別にあの全然悪くないじゃん、はい、それをどういう形で食うのかなんだよね。そばで食うのか、ラーメンの汁で食うのか、つけ麺にするのか、チャーハンにするのかだって結局カルボナーラにするのか。そうそうそう、はい、だからあいつらっていうのは結局俺はどれ選んでも俺は OK だと。単体だったらここまで問題ないよ。問題ないんだけど、はい、1日は乾燥した状態で 200g ぐらいにしなきゃダメだと思うよ。それだからパスタ 100g ってもう1日の半分ぐらい の, あの穀物を食うことになるわけよ、はい、昔の日本人だったら分かんないよ。なんか煮干しとなんか梅干しとみたいな、それってご飯だから超ご飯食ってたかもしれないけど、はい、今もうすげえタンパク源もあって脂質源もある中に炭水化物入れるってなったら、はい、やっぱ 200g1.5 合以上の米は太るよっていうこと。